あ、すみません、議長。3番で和人君。失礼しました。皆さん、おはようございます。会派市民報徳会の出会いです。本日の新聞にも、アビガンが新しいウイルスに効く、そして一昨日の新聞には、富山大学で新しいウイルスに効く、抗体、それが開発されたということで、富山から非常に新しい、新型コロナウイルスに対抗できるやはり薬というものが開発されてきております。まずは大切なのは、しっかりと皆さんに今のワクチンを打っていただいて、警戒レベルには少し下がっておりますが、今が一番大切な時でありますので、引き続きご注意いただいて、コロナウイルスに感染しない、また感染させないということをぜひお守りをいただければありがたいというふうに思っております。それでは一問一答形式にて質問をさせていただきます。よろしくお願いをいたします。3月定例会において公共施設再編について質問をさせていただきました。お聞きできなかった部分も含めて、公共施設再編に伴う私有財産の売却について、質問をさせていただきたいと思います。前回の質問の答弁の中で、公共施設を統合再編した新たな施設のにぎわいについては、駅前新図書館については、新型コロナウイルス感染症の影響もありながら、2月までの入館者数が10万2661人と、当初目標10万人を早期に達成し、旧図書館利用者数の 1.5 倍となり、確実に駅前にぎわい創出の活力源になってきていると感じています。市民交流プラザは、開館3ヶ月間の入館者数が7869人となり、月平均利用者数では、統合前の3施設の合計利用者数が1626名であったのに対し、2623名と 1.6 倍に上っており、昨今では各種団体、地域の総会や会合も開催されており、多くの市民の皆さんに街中に足をお運びいただいていることからも、まさに建設目的である街中にぎわい創造拠点になってきたと感じております。にぎわいにあふれ、快適で持続可能な街づくりという目的のもと、完成した新施設は、大いに街の活性化に結びついているとの答弁があったとおり、今後もこれらの施設を活用したソフト事業に力を注ぎ、さらなるにぎわい創出につなげていくとのことでもあり、大きな期待が膨らむところであります。これからも一層の力を注いでいただくことを期待し、お願いもするところであります。一方で、これらのさまざまな統合施設の建設により残された旧施設など、市所有財産についても質問をさせていただきました。統合により使われなくなった旧保育所については、すでに公共施設再編計画では、譲渡または廃止の方向性が示されておりますが、先の答弁では、当局の具体的な方向性に加え、譲渡または廃止に向けた課題も見えてきたように思います。まず、具体的な方向性についてですが、地域の意向を確認した上で、民間事業者等への有償譲渡を検討している。公有財産検討委員会において、具体的処分または利活用の方針決定後、順次売り払い手続きを進める。譲渡が決まらない場合については、解体とする。また、必要な諸手続き、課題については、平成29年に旧保育所所在地の地元振興会に行った跡地利用の提案要望を受け、地元の意向を確認していく。このことに基づき、土地及び建物の利活用については、引き続き地元と協議をしていく予定となっている。譲渡による収入を確保するには、廃止施設の売却予定価格の算定にかかる土地の測量、土地建物の鑑定評価が必要である。環境が整ったところから確定測量、
鑑定評価の予算を確保し、順次売り払い広告を行う。子ども園にかかる財源の一部に条件のある記載を活用したことから、新子ども園供用開始から5年以内に旧保育所施設を解体譲渡することが条件となっている。昨年11月の公共施設再編特別委員会では、旧保育所施設の状況について報告がありました。現在は旧若林保育所は民間に売却済みであります。旧荒川保育所は令和4年度に解体し、公民館建設に着手する計画であり、旧東神田保育所は現在売り払い広告中です。その他の旧保育所はどのような状況なのでしょうか。これら施設を除く旧保育所についての地元からの要望はどのような内容なのか、具体的にお聞かせをいただきたいと思います。また、それに伴う協議や進捗状況はどのような状況なのでしょうか。昨年11月の状況報告より進展はあったのでしょうか。また、この、協議の内容について、課題や問題点があり、進捗を妨げていることがあるのでしょうか。現状をお聞きしたいと思います。副市長、武田辰文君。旧若林、旧荒川、旧東神田、この3つの保育所跡地を除く、その他の保育所施設の状況についてのご質問にお答えをしたいと思います。まず旧聖徳保育所につきましては、第7次総合計画 前期実施計画におきまして、令和5年度に解体経費を計上しておるところでございます。地元自治振興会からの利活用についての要望書が提出しておりされておりまして、継続して協議を行っているところでございます。旧松沢保育所につきましては、売り払い手続きに必要な事前手続きをすべて終了しておりますが、現在、他の用途への利活用が可能かどうか、こういった調査、検討を行っているところでありまして、この必要な調査検討が終了し、市としての利活用方策がなければ、売り払いに向けた広告を行う予定としております。旧神田、北神田保育所につきましては、地元振興、自治振興会から建物取り壊しの了解、了承は得ておりますが、今後は跡地の利活用について、協議を行ってまいりたいと考えております。また、旧藪波保育所につきましては、地元自治振興会から施設および跡地を介護予防施設として利活用してほしいとの要望書が提出されており、継続して協議を行ってまいりたいと考えております。こうした財産処分に関する課題があるのかと。いうことにつきましては、平成29年度に地元自治振興会からいただいた、旧保育所施設跡地の利活用についての、提案、あるいは要望を踏まえまして、地元と協議をしておるところですが、一定の理解を得るまでに一定の期間が必要になるのかなということが、言ってみれば課題かなというふうに考えておるところでございます。3番出会和人君、はい。具体的にお答えをいただきましてありがとうございました。私も地元の要望をお聞きしてなるべくそのような形になればよいということについては私も異論はありませんし、むしろ一番それが大切なところではないかというふうに考えておりますし、やはり地元にとっても、所有している市にとっても、この今お話しいただいたこの跡地については、
なるべく有益な形で処分できることが良いわけでありますが、そのことも、処分できることが良いわけであると私も思っておりますが、そのことも理由の一つとしてあり、前回の質問では地元協議を行いながら売り払いできるすべての私有財産を公示すればどうかとの問いに、現状では同時進行は難しいというお話でございました。その時の答弁の中で環境が整ったところから確定測量、鑑定評価を行い、順次売り払い広告を行うという答弁でありましたが、この環境が整ったらという状況はどのような環境なのでしょうか。お答えいただきたいと思います。加えてこの測量鑑定評価までの期間をどれくらい見込んでいるのでしょうか、お聞かせをいただきたいと思いますが、この環境というのは、先ほどお話しした中でも、一部環境が整っているところもあるというふうに考えてはおりますが、やはり鑑定評価、松沢などは終了している、しかし、他に利活用できないかというようなところも検討していると、このような状況がですね、どれぐらい続くのか、この環境が整ったらという内容をですね、できれば具体的に教えていただければありがたいと思っております。副市長、武田辰文君。売り払いに向けての環境が整うとは何かというご質問でございます。今ほども状況を述べましたが、環境が整うとは、地元から要望が出ておりまして、協議を継続しているというものにつきましては、そういう一連の協議が整うことが、環境が整うということであると思いますし、松沢のように、市において利活用の調査検討を行っているというものにつきましては、その必要な利活用の調査が、終了しまして、利活用の方策がないという結論が出るというのが、環境が整うということではであるというふうに、理解しております。次に測量等の期間についてのご質問です。あくまでも一般的なお話とすれば、協会の確定測量につきましてはおおむね2ヶ月、そして不動産鑑定評価につきましてはおおむね1ヶ月を要するものと考えております。旧保育所施設の売り払い広告につきましては、繰り返しになりますが、地元との協議、あるいは市による利活用調査の結果、こういったものを踏まえて、計画的に進めることとしておるところでございます。3番で和人君。はい。測量鑑定、それから測量鑑定評価までおおむね3ヶ月かかるというふうに今、私としては理解をさせていただいたわけでありますが、この同時広告ということについては、私も少し言葉足らずのところもあったかと思いますが、市所有財産のスピード感を持って、売り払い、これに取り組んで、速やかな処分による収入を市にもたらすときには、すぐに実行していただきたいというわけではありませんが、市としても予算編成からプラン、ドゥ、チェック、アクションのサイクルで物事を進めているわけでありますので、急遽予算をつけて広告に向けて進んでくださいと言っているわけではございません。地元協議を進める上で、要望の中には建物も地面も利用したい、建物を解体してほしいなどのほか、保育所施設ですので、トイレや水回り、中の改装など、さまざまな問題もあるのではないかと考えております。また、中には解体しないと売却できない土地もあるはずであります。わかりませんが、地元市双方にとって、その市所有財産が本当の財産となり、双方に利がある場合もあれば、こんな言い方はどうかと思いますが、少しその市所有財産がお荷物になってですね、処分に費用がかかる、そういう場合も考えられるのではないかというふうに思います。売却できない場合は解体で、
解体費用は当然かかりますし、解体して売却した場合、本当に財産となりうるのかという場所も考慮されるのではないかと考えております。売却や解体までの期間は正直空き家と同じ状況ですので、敷地内、周辺環境の草刈りや整備も必要になり、維持管理費用もかかるのではないかと思います。まあ、地元協議を進めながら、本年度以降、すでに決まった旧保育所を除く地元協議中すべての旧保育所を所有財産の測量鑑定評価を行うための予算を計上し、測量鑑定評価を事前に行い、事前に測量鑑定評価が終わっていれば、環境が整備されたところから速やかに広告を行うことができるのではないかというふうに考えます。昨年6月には、公益社団法人富山県宅地建物取引協会とも、公有財産売却の媒介に関する協定も結ばれており、市の広告に対し、応募がなかった場合の宅建協会を通じ、売り払いを推進する協定も結んでおられるわけですので、有所譲渡に向け、よりスピーディーな私有財産の処理ができるのではないかというふうに考えておりますが、見解をお聞きしたいと思います。副市長、武田達文君。旧保育所施設の、財産処分につきましては、これまでご説明しておるとおり、有償譲渡、売却を、基本としておりまして、繰り返しになりますけれども、総合計画で解体方針が決まっております、旧荒川保育所、そして旧聖徳保育所、それに、地元振興会から、建物敷地の利活用要望が提出されておる旧薬浪保育所、それと立地条件によりまして、なかなか売却が困難と考えております旧北神田保育所、こういった課題はありますが、それ以外の保育所につきましては、すでに確定測量、不動産鑑定評価を終えている状況にありますので、それらにつきましては、今ほど議員からご指摘ありましたスピード感、こういったものを十分に頭に入れながら、売却に向けた手続きを進めてまいりたいというふうに考えております。3番で和人君。はい、ありがとうございました。やはり一部鑑定も評価も終わっているところもあるというふうにお聞きをいたしまして、できれば、スピーディーに取り組んでいただければというふうに思っております。このほか先ほどの市民交流プラザ建設により、使用されなくなりました市所有財産の処理も、残っているのではないかというふうに思います。いずれにコミュニティセンターについては建物を解体し土地返却、小矢部市民活動サポートセンターは、土地建物譲渡、平成31年3月より休館している勤労青少年ホームについても、建物解体、土地譲渡または活用しないといけない状況にある、あります。将来は小中学校再編による学校施設の土地建物の活用や処分についての問題も出てくることは間違いないと思います。加えて、市税収入の落ち込みも確実であり、市財政の交際費の増水に備え、減災基金の積み立てなど、次年度以降も大きな負担が続いていくと考えています。私有財産の処理をはじめとした財政運営にかかる対応が遅れれば遅れるほど、負担が一層大きなものになるのではないかというふうに考えておりますし、この市所有財産の有償譲渡にかかる処分についても、今お話をいただいておりますが、なるべく早い段階で措置を行い、財政運営の一助になればというふうに考えるところであります。引き続きぜひこの件については速やかにご検討また対応いただきながら、この公共施設、やはり新しく建てていかないといけないもの、それから補修等をかけて長く継続して使っていかなければいけないもの、それからやはり役目を終えて解体をしていかないといけない建物、
必ず出てくるわけでありますから、まあ、その辺については先ほどのありました計画に基づき速やかに実行していただくようにお願いを申し上げて、この質問を終わりたいと思います。次の質問は木曽義仲巴御前の NHK 大河ドラマ化誘致についてお聞きをしたいと思います。まあ、昨日の質問の中でもこの木曽義仲巴御前の話は少し出ておりましたが、この NHK 大河ドラマ化の誘致活動については平成20年から取り組みがスタートしたと私は記憶しておりますが、今年ですでに13年にわたり活動が続いております。活動を支援されてきた方、市の担当にとっては13年という月日はあっという間だったのか、それとも長く感じられたのか、まあ、聞くところによりますと、この誘致活動は10年が区切りという方もおられますが、桜井市長はじめ市はもちろんのこと、小矢部市自治会連合会も引き続きこの NHK 大河ドラマ化に向け継続して取り組んでいくことを明言されています。この誘致活動は現在も長い道のりを走り続けています。さまざまな取り組みも行われたでしょうし、今も名刺に書いてあるようにアニメ化やイラストによる PR も行っておられるわけでありますが、例えば現在の20歳の青年がそのイラストを見たとき、この絵は何、なぜ大河ドラマ、まあ、7歳だった子どもが13年経った今この活動をすべてできて理解できていますでしょうか。またそれだけの広報活動が浸透しているのでしょうか。小矢部市自治会連合会の会長も新しく変わられ、自治会長、振興会長の方々についても新しく就任された方々もいらっしゃいます。まあ、今こそ原点に戻って原点回帰、取り組みの最初に戻り確認することから始めてもよいのではないかというふうに考えております。そこでなぜ小矢部氏がこの木曽義仲巴御前の NHK 大河ドラマ化に取り組み始めたのか、取っかかりやその当時の趣旨や目的、またどのような目標を持って取り組みを始めたのか、そしてこれまでの13年間の活動内容や経緯はどのようなものであったのか、お聞かせをいただきたいと思います。産業建設部長河原達也君。NHK の大河ドラマ誘致の活動内容とその経緯についてのご質問でございます。平成19年に開催されました富山県長野県の知事懇談会におきまして、北陸新幹線金沢開業に向けた広域観光ルートの確立について話し合われ、両県にゆかりの深い人物であります木曽義仲と巴御前をテーマとした交流促進を目的に活動がスタートしたものであります。本市におきましても平成20年度から義仲巴御前の顕彰と合わせて NHK 大河ドラマ誘致活動に取り組み、その活動も13年目を迎えたところでございます。その間全国規模での署名活動、歴史研究家を招いての講演会やイベントの開催などを通して義仲巴御前の魅力の情報発信に努めるとともに、若い世代にも関心を持っていただくためにオーディオドラマの制作などを通して大河ドラマの誘致の機運醸成を図ってきたところでございます。また義仲巴御前にゆかりの富山、長野、石川、埼玉、滋賀、神奈川の6県と35市町村で義仲巴広域連携推進会議を組織し、本市が事務局となって連携して NHK の要望活動を続けているとともに、義仲巴御前に関する資料が少ないため、大河ドラマ化のためには義仲の正確な人物像を探るためには
事実と伝承の精査の必要があることから、情報収集活動にも積極的に取り組んでいるところでございます。本市では収集した情報をもとに、広報親部での孟昌木曽義長の連載を通して、親部市民の関心・高揚を図るとともに、令和元年度、2年度には富山県と連携して、FM 富山で義長巴御前を紹介するラジオ番組の放送を通して、情報発信に取り組んでまいりました。3番で和人君、はい、ありがとうございます。先月ですね、砺波ブロックの小部市、砺波市、南砺市の市議会議員が集い、新しく就任をされました新田八郎新知事との懇談の場がございました。その懇談会の場で、小部市はじめ各市の重点要望が知事に示されたところでありますが、当小部市議会を代表し、議長からも要望事項の一つとして、この木曽義仲巴御前の NHK 大河ドラマ化について、新田新知事に改めて要望を行うと同時に、小部市としても引き続きこのことについて取り組んでいくことを説明をされました。新田知事からは、私が初めて桜井小矢部市長とお会いしたとき、市長からも義仲巴の大河ドラマ化をよろしくお願いしますと、第一声を受けていますと、との返事が返ってまいりました。知事もこのことについては、深い理解を示していただいていると感じたところでありますし、本市、この本市でも、これからもこの、義仲巴の大河ドラマ化、この事業を継続していくにあたり、新知事も就任されたワンチーム富山を掲げ、県と各市町村の綿密な連携を図っていかれようとしている中で、県との連携や義仲に関する他市町村との連携や陳情、コロナ禍ではありますが、大河ドラマ化決定に向けた今後の本市のさらなる取り組みをどのように行っていこうというふうに考えていらっしゃるのか、お聞かせをいただきたいと思います。産業建設部長、河原達也君。今後の本市のさらなる取り組みについてのお尋ねでございます。富山県をはじめ関係自治体との連携につきましては、今年度本市において義仲巴広域連携推進会議を開催することとなっております。その際には富山県の協力も得ながら、加盟自治体との情報共有を行う予定としております。また広域連携推進会議のネットワークを通して、義仲巴御前にゆかりの活動に取り組んでいる民間団体との連携も強化し、官民の情報交流の促進に努めてまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、NHK 大河ドラマの放映の実現により、本市を全国に情報発信することができるとともに、地域活性化につながるものと考えており、今後もゆかりの自治体との連携を強化し、さらなる情報収集発信に努め、着実に大河ドラマ誘致に取り組んでまいりたいと考えております。3番出会勝人君。今ほどの答弁の中でありました義仲巴広域連携推進会議、このことでありますが、今年それを小矢部市の方で開催をしていきたいというお話でありますが、コロナの状況を見ながらではありますが、それを予定しているという中で、この広域連携推進会議は、お聞きした6つの県と35の市町村からなる広域連携会議、この広域連携会議について少し詳しくお聞きをしたいというふうに思っております。この義仲巴広域連携推進会議は NHK 大河ドラマ化にどのように関わっているのでしょうか。もう少し深くお聞きをしたいと思います。
それぞれの県や市町村が連携し、大河ドラマ化に取り組んでいるのでしょうか。それぞれ単独で取り組んでいるのか。また、この連携推進会議の事業内容な、この連携推進会議の事業内容、それから目的、これも含めてお聞きをしていきたいと思っております。それから今、今年改正をする予定だということでありますが、その内容、またどのように行っていくのか、このことについても少しお聞きをしたいと思います。よろしくお願いいたします。産業建設部長、河原達也君。今ほど広域連携推進会議についてのお尋ねでございます。先ほども答弁させていただきましたが、吉中智恵広域連携推進会議は平成21年度に組織され、現在富山県をはじめとする6県と35市町村合わせて41自治体が加盟しております。この広域連携推進会議において吉中智恵御前の検証や NHK への要望を行うなど、連携して大河ドラマ誘致活動を展開しているところであります。各自治体においては、民間団体が熱心に大河ドラマ誘致活動に取り組んでおりますが、広域連携推進会議のネットワークを通して、情報共有に努めているところでございます。本年度は本市を会場として、吉中智恵広域連携推進会議を開催することとなっており、情報交流を通して連携を深め、NHK 大河ドラマ誘致活動を一丸となって展開してまいりたいと考えております。3番で和人君。これまでの NHK 大河ドラマ化に伴うメリットと効果については、本市も同様に、小矢部市知名度向上と、観光振興、これが挙げられているわけでありますが、本市としてもそのことが大きな目的であり、大切な部分でもあると、私は確信しておりますし、そこで経済的な面から、この経済的な面からもどのように取り組んでいくのかと。いうことを見ていくことも大切ではないかというふうに考えます。そこで、これまで放映された大河ドラマでの経済効果が、その地元開催県や市にどれくらいの効果、これがあったのか、金額的なもの、お土産や宿泊など、多くの経済効果はあったと思いますが、過去の放映された大河ドラマをもとに、その経済効果についてお聞きをしたいというふうに思っております。またこの大河ドラマについて、例えば吉中智恵がドラマ化された場合、栗から源平の合戦は一番の見どころではありますが、先ほど申し上げたとおり、広域連携推進会議の中で皆さんと共有をしながら、取り組んでいくということでありますので、これは小矢部氏だけがメリットがあってもダメなわけでありますが、この源平合戦のところが、本当に一番の見どころではあるわけでありますが、吉中が生まれてから、31歳という若さで、阿波津の戦いで討ち死にするまで、多くの県をこうまたいで放映されて、放映されるということに私はなるというふうに思っておりますが、小矢部氏だけがドラマ化による恩恵を今申し上げたとおり独り占めできるわけでもありません。これまでも現在も本市ではこのドラマ化による経済効果の目標をどれくらいお持ちなのでしょうか。他ドラマでどれぐらいのこれまでの効果があったのか、その具体的な例と、本市ではどれぐらいの経済効果の目的を持っていらっしゃるのか、その点についてお聞かせを頂戴いただきたいと思います。産業建設部長、河原達也君。今ほどドラマ化による経済効果や目標についてのご質問でございます。全国の自治体において、郷土ゆかりの人物を NHK 大河ドラマの主人公に取り上げてもらうことを目標に活動をしてございますが、本市におきましても、
大河ドラマ化により地域活性化につながるものと考え、ドラマ化に向けた活動を続けてまいりました。大河ドラマが放映されることにより、全国各地から観光客が訪れ、宿泊、飲食、土産物の物販など消費額の増加や飲食、販売にかかる雇用が増えることが見込まれ、大きな経済波及効果が生まれるものと考えております。木曽義仲と同じ時代を描いた大河ドラマ、義経での山口県における経済波及効果は179億円。平清盛での広島県における経済波及効果は202億円。同じく兵庫県では150億円と試算されております。このことから本市においても、観光消費額の増加により経済波及効果の恩恵を受けることができるものであると考えており、市内の宿泊、飲食、物販などの事業者とも連携して官民一体となった誘致活動に取り組んでまいりたいと考えております。3番で和人君。ありがとうございます。今までのお話をお聞きしている中で、やはり木曽義仲、巴御前をより知っていただこうという、やはりそのことにおいてですね、その中身についても一生懸命研究をされてこられましたし、またその PR もされてこられました。そして経済的な波及効果も十分活用していきたいという思いは、それは間違いなくあるわけでありますが、まあ、小矢部市だけでなく、まあ、お隣の津幡町も、この、義仲巴について、取り組んでおられます。まあ、もちろん栗から山もですね、小矢部市とお隣津幡町が隣接するところであります。まあ、このお隣津幡町はこの義仲巴の NHK ドラマ化に対し、まあ、どのように取り組んでいらっしゃるのかなというふうに私も率直に疑問を抱きました。またどのような PR をされていらっしゃるのだろう。まあ、そんな思いで津幡町の栗から道の駅や栗から源平合戦の地を見て回りました。お隣津幡町では栗から道の駅に津幡町大河ドラマ誘致推進キャラクターの義仲君、巴ちゃん、加牛の母君、加牛のもうちゃんの写真用盾が飾られ、敷地内には小矢部市と津幡町が年に一度綱引きで戦う縄が展示されており、木曽義仲ゆかりの地と旗も立っており、これは上り旗でありますが、当時の源平加牛の戦いの電光写真も掲示されておりました。先ほど紹介をさせていただきました大きな写真撮影用盾の後ろには、大きな加牛の置物も置いてありました。まあ、栗から山に登ると津幡側には加牛の刑と書かれた看板のもと、きれいな駐車場が整備されていました。まあ、一方小矢部市側ではちょっと言いづらいですが、私が子どもの頃にもあったような気はするんですが、塗装が剥げた加牛が2と扇形の合戦の地を知らせる看板や石碑がありましたが、展望台横のスピーカーからは、まあ、今風に分かりやすく当時の源平合戦の様子が放送されておりました。まあ、大河ドラマの一大合戦地でドラマ化する場所には、まあ、寂しいと感じたのは私だけなのでしょうか。小矢部市の道の駅には義仲巴の NHK 大河ドラマ化に向けた PR する上り旗やその他広報に関するものは飾ってあるのでしょうか。小矢部市の三大祭りの一つ、加牛の刑やメル牛、メルモモちゃんは、この NHK 大河ドラマに、ドラマ化に向けた何らかの関わりやリンク、PR になっているのでしょうか。2022年の大河ドラマは、鎌倉の13人に決まり、2023年も決まっています。2024年、新型コロナウイルス感染症に対する接種が行き渡り、旅行も行き来でき、
小矢部市の知名度向上と観光振興、飲食、小売宿泊業を盛り返すチャンスはまさに2024年、2025年であり、まさに今この時が NHK 大河ドラマ誘致の大きな分岐点ではないかというふうに私は考えています。ドラマ化されたら、市内のお菓子屋さんやせんべい屋さん、まんじゅうやカステラを販売する、企業、また商店、まあ、小物や商品の販売も当然でありますが、まあ、訪ねて来られる観光客への対応、これをどのように考えていらっしゃるのでしょうか。まあ、この大河ドラマ化をこれまで取り組んでこられた中で、私が思っておりますのは、やはりまだ市民、皆さん、隅々までへの NHK 大河ドラマ化誘致が浸透がされていないのが大きな要因ではないかというふうに感じています。まあ、それが今の現状であり、ずっと13年間、こう今の現状でまだどこにも上り旗が立っていないとかですね、まあ、認知度が低いというのは、この市民への PR が足りないのではないかというのは私の思いであります。まあ、これまでこのドラマ化誘致に、まあ、どれだけの歳費と労力をおかけになってこられたのでしょうか。先日の新聞紙面にも掲載されておりましたが、司法広報誌では、吉中巴を分かりやすく連載していたりもしてありますが、やはり私は小売業者や宿泊先、道の駅に関連グッズや上り旗、ドラマ化に向け活動していますよという姿勢を積極的に PR し、見ていただくことが大切であり、市民の方々、また他の他県よりお越しになった方々が、道の駅に寄っていただいて、近隣市町村、他県の方々、市民の皆さんへの PR はもとより、商店、自営業、宿泊業など、観光に携わる商店主や企業、商工会や観光協会、官民が一体になり、これまで以上に振興会や市民の方々をと一緒に PR をすることこそが、大河ドラマ誘致につながるのではないかと思いますが、このことも含め、今一度今後の取り組みについて見解をお聞きしたいと思います。まあ、少し余談になりますが、もし小矢部市の知名度向上や観光振興など、元の目的が同じであるということであれば、過去に中田議員が質問されたと私は記憶しておりますが、まあ、大谷兄弟をドラマ化すればどうかというような話も一理あるのではないかと、私もそういうふうに感じておりますが、まあ、このことについても見解をお聞きしたいと思います。はい、産業建設部長、河原達也君。はい、官民一体の今後の取り組みと、大谷兄弟のドラマ化についてのお尋ねでございます。先ほども答弁させていただきましたが、大河ドラマ誘致に関する事業につきましては、署名活動をはじめ、吉中の検証講演会の開催、広域連携推進会議内での情報交流事業など、幅広く事業を展開してきたところであります。経費につきましては、年間約200万円の事業費で推移してきているところでございます。吉中巴御前の大河ドラマ化に対する市民の盛り上がりが欠けてきているのではというご指摘につきましては、これまでも司法やラジオ、SNS を通して PR してきたところではございますが、改めて吉中巴御前の魅力を再認識していただくために、ケーブルテレビや SNS などを有効に活用して情報発信するとともに、市内の観光事業者の皆様方に対しましても、吉中巴御前に関する商品の開発などの有効性や、大河ドラマ化がもたらす経済波及効果や、地域活性化のチャンスであることをしっかりと情報発信しつつ、
市民一丸となって誘致活動に取り組んでまいりたいと考えております。また大谷米太郎竹次郎兄弟をテーマにしたドラマ化につきましては、大谷兄弟の功績の紹介を通して本市の知名度の向上や観光振興につながるものと考えているところであります。今後も大谷家の意向に配慮しながら関係自治体や民間団体とともに連携し情報収集に努めてまいります。3番で和人君。ありがとうございます。ケーブルテレビ、SNS を使って、より市民の皆さんにこう PR をしていきたいというお話もいただきましたし、観光振興に向けて、この商品開発、これは各商店や企業の皆さんに、いろんな形で取り組んでいただきたいというお話を今、いただいたわけでありますが、このコロナウイルス感染症がこう蔓延する中で、やはりこの一番の中心の観光、飲食、それから宿泊というものについては、大変ピンチな状態に立っているわけでありますが、やはりこの状況、よく人は言われますが、ピンチなときほどチャンスがあるというわけでありますが、ぜひこの時期にですね、やはりさまざまな業種の方に、この NHK 大河ドラマが仮に決定したというときにですね、やはり、いいスタートが切れる、各企業もそれぞれ努力を今されていらっしゃると思うわけでありますが、より一層の、お力添えを、市の方からもいただきたいというふうに思っておりますし、私は思うには、SNS、ケーブルテレビも分かりますが、例えば道の駅とかですね、各公民館やし、そういうところにですね、やはり先ほど申し上げたような、市民の皆さんと一緒に取り組んでいるよ、やっぱりこんなことやってますよっていう、やっぱり上り旗とかですね、さまざまなこう取り組みが必要になってくるのではないかというふうに思います。やはり、他県からお越しいただいた方、市民の皆さんも、やはり、いろんなところへ行くところで、こうそういったような上り旗を目にしながらですね、一生懸命観光誘致、吉中巴誘致やってるんだなと。いうやっぱり理解をいただくことっていうのが大切ではないかなと思いますが、改めてその件についてはどのように感じていらっしゃるのか、今後そういうようなことも考えられないかということについてお聞かせをいただきたいと思います。産業建設部長、河原達也君。今ほどいろいろとご提案いただきましたし、他県の取り組みでありますとか、そういったものも含めまして、いろいろとまた検討しまして、あと大河ドラマの誘致にしっかりとつなげてまいりたいと考えております。3番で和人君。これまで商工振興課の方についてもですね、一生懸命このドラマ化に向け、どうやったらこれがドラマ化していくのかということですね、内容についても一生懸命取り組んでおられたりですね、さまざまな取り組みをこれまでされてきたと思います。私もこの観光振興についてはさまざまな意見や考え方が皆さんあるというふうに考えておりますし、確定した経済効果を数値化できるものでも、これについてはありません。私はこの観光振興に投資することは本当に必要なことであると思っておりますし、大切な小矢部市の知名度向上、観光振興に伴う経済効果の向上や人口にも影響する大切な取り組みではないかというふうに私は思っております。アウトレットへの飛騨高山の高速バス路線、これについても遅れていたわけでありますが、開通もしておりますし、一刻も早くこの新型コロナ感染症の感染収束とにぎわいの復活、これに期待しているところであります。今一度申し上げますが、ここが非常に大きな分岐点ではないかというふうに私も考えておりますし、今こそいろいろな決断が必要な時ではないかと
というふうに考えております。ぜひ木曽義仲巴御前の NHK 大河ドラマ誘致実現に向け、今ご答弁をいただいた上中にもなお一層の工夫と努力をお願いをして、また期待を込めて、これがドラマ化されるように私も、非常に思っている一人でありますので、お願いと期待を込めて私の一般質問を終わりたいと思います。まあ、冒頭ちょっと失礼があったことを議長の方に、お詫びを申し上げて私の質問を終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。